今日我々が住む宇宙さえ存在していなかった頃、光も熱も音もない、時の流れすらない無の世界にエネルギーの塊のみがあった。いつしかエネルギーは物質に変わり始めていた。後の世にビッグバンと呼ばれる現象である。こうして時間と空間が生まれた。過去から未来へ向かって膨れ上がる宇宙、広大な宇宙空間に広がった水素原子のガスはやがて星雲へと成長した。光のシミのようなアンドロメダ、今夜仰ぎ見るアンドロメダ星雲は遥か220万年前のものである。アリア帝国の首都アランシャンは神王の即位と婚礼の儀式を祝う人々で沸き返っていた。アランシャンの都を挙げてのどよめきも耳に入らず、リディアは今幸せであった。天世に増しますアストラの神、我らは御身を廃したてまつ。兄上、とうとう私はコスモラリアの王妃となりました。妹を嫁がせたアヨドーヤの王子ミランにしてみれば、親友に恋人を奪われたような気分だ。いいな、いたか。アストラタ三世となった親友のお前らが万一にもリリアを不幸にしたら、ただではおかん。尺に触るが、お前らはお似合いだよ。古めかしさと新しさが穏やかに混ざり合った国、私の星のように荒らさせたくない。
いやいや、失敬したお客人。さあ、次はどうした。次はいないのか。ケンシバルガ様と技比べして1000クレジットを持っていく者はいないのか。何がおかしい、お客人。あなたの技に感心したんだよ。感心して？その笑い方は違う。デジ知らずめ、逃げるな。その薄絹の下の剣が見えないとでも思ったか。俺の目は節穴ではないぞ。女だったのか。こいつ隙がない。何者だ。好きにしろ。待て、名前を。さあさあ、チューブルの恐竜はいかが。国王の結婚記念セールだ。安くしとくよ。なんと足の速い。神王、人々は恵み深き王と称え平和な日々を送っていた。しかし、嫌な感じがする。予感か。だとしたら近い。奴らは来る。かつて私たちの星ロドリアンを蹂躙したったあの敵が、果てしない戦いだった。この光、太陽が落ちたのか。なんだおい。ここ流れ星か。いや違う、奴らだ。奴らめ、どこに隠れた。いた。Thank you.
った一歩の遅れが、コスモラリア帝国は滅びるのだ。はい、こちら司令室。コウモリ？いや、異常はないが。今開ける。すでに奴らは行動を開始しているに違いない。文字通り機械のような正確さで、誰一人気づかないうちに機械は人に寄生する。精神も肉体も機械と化している。やがて帝国そのものが一個の巨大な統一された機械へ。私の与える愛は絶対である。私を与える幸せは揺らぐことはない。リリア様、大切なお体です。お気を確かに。では王城に確かな変化が見られると。明らかに司令室への立ち入りは禁じられ、水道や電気が国中に行き渡らなくなり、王ご自身も何やら妖気に包まれて、リリア様にはやがてお子が生まれるはず。本来なら城をあげてお祭り気分になるところだな。なのに王は嬉しがるご様子もありません。誰だ。待て、槍を引け五代。敵ではない。奴らにたった一人で戦いを挑んでいるロドリアンの戦士だ。私のふるさとをご存知なのか。優れた文明の星であった。それでも奴らに敗れ去った。あんたその生き残りらしいな。奴らの正体を知っているあなたこそ何者だ。クフと覚えていただこう。私が聞いているのはあなたの正体だ。この星のものではあるまい。さもなければ私の体を元に戻すことはできなかったはずだ。聞いて我々に協力しようというのかな。いや、よそう。
私が戦うのはロドリアンに眠る仲間のためだ。あんたたちのためじゃない。王子を守れ、ロドリアンの戦士。王子だと？奴らの進行を阻めるのはアヨドーヤの王家の血のみ。アヨドーヤ？それはリリア姫の生まれた国のことか。そうだ、コスモラリアの血を交えたリリア姫の恩子こそ長く我々が待ち望んだミラト第八代の王子となろう。すなわち奴らの支配を受け付ける強い牛の持ち主、太陽王となる。故に戦士よ、生まれるべくして生まれいずる王子を守ってほしいのだ。共に戦い、宿敵を倒すために。私は戦士いる。守るより攻める方が将に合っている。王子のことなど私は知らぬぞ。コスモラリアの伝説によれば、赤い砂が降る年は最悪の年であるという。世継ぎが生まれる日だというのに城が静まり返っているのは砂嵐のせいばかりではなかった。今や機械の洗礼を受けていない者はリリアとウバのタラマただ二人。しかも彼女らはその事実を知らないのだ。ここでございますよ。なんてことだろう。もうすぐお生まれになるという時に。お前たち急いで湯の用意をしておくれ。犬の子が生まれたりしてね。なんということ。おひいさま。陛下、陛下まだ。今すぐお見えになりますわ。おひいさま、しっかりなすって。あの娘、こんな夜にどこへ行こうというんだ。下水道に何の用だ。メカが単純で。一体なんだあれは。機械の生んだ機械。機械？まるで生き物みたいだ。そう、まさに生きている。え？どういうことか説明しろ。命が惜しければ夢だと思うがいい。
これがこの城の人々の頭をガランドにした、はあ、もっと知りたければ森に住むクフのところへ行け。クフ、それなら親父が出入りしてるじいさんじゃないか。おおい待て。これなんということだろう。コスモラリアでは双子はあってはならぬ不吉な印。なんとかこの秘密を隠さねば。早く私の赤ちゃんを見せて。ただいま。神よ、坊や、私の赤ちゃん。リリア様、お許しを。なんて逃げ足の速い娘だ。天使バルガよ。え、このお子を連れてすぐ立ち去りなさい。お子？あんた誰だ。皇帝陛下のおんためにこのお子を都から遠ざけておくれ。頼みましたぞ。くれぐれも秘密に。さあ、はよ行きや。何をぐずぐず急げと申しておるに。はい。お子だと誰の？お妃様の？まさか、まさか。神よ、どうかあのお子が無事成長できますように。アストラルタ三世陛下、大臣一同、王子様ご誕生日を心からお喜び申し上げまする。神の名のもとに王子に事務者の名を与える。かつて我がコスモラリアが滅びかけた時、祖先の王を助けた新人の名。どうしたことか、王子様のご誕生に国中沸き返ってよいはずなのに。そしてまた王子様、ジムサ様は何に向かってあんなに目を見開かれておいでなのだろう。根も葉もないこととは思われぬ。リリアの身が心配だ。急げ。なぜでございます陛下、必要もないのに都を作り直し民を家から追い出すとは。世界を愛で満たすためだ。でもこのなされようは、あれほど国民に恵み深かった陛下が。うるさい。どうかおやめくださいまし。逆らうこと許さん。ジムさん。ジムさん、私を慰めてくれるのね。申し上げます。ただいま、アヨドーヤのミラン王子殿がおいでになりました。お兄様、お兄様が来てくださった。何用で参った。王子殿下誕生のお祝いと
秘殿下のお見舞いに参上つかまつりました。ご苦労であった。まるで機械だ。そうだ、機械だ。国中が機械にとって変わられようとしている。お前の愛するアストラルタ三世陛下さえもな。リリア、お前には分かるはず。この国に今起きていることが、美しかったアランシャンの浅ましい姿が。いいえ、お兄様、国に異変が起きたのならなおのこと陛下のおそばを離れるわけにはまいりません。聞き分けのない。それほどまでにお前は王を愛しているのか。何事だ。あの方角は家を追われた都の人たちが住んでいる。何。自分の国の民を皆殺しにするつもりか。狂っている。リリア、ユイは何。でも。の。室内に帰ろう。こちらにも。己機械ども、正体を現したな。どんどん狭まってきます。誰かいないのですか。無駄だ、リリア。この城全体が敵の手に落ちている。助けが来るよ。助けが来るよ。この子は今、口を動かさずに喋った。何者だ。この薄い目で壁を通り抜けるのだ。あなたは一体。私はイル、奴らを敵とするものです。ついに始まった。惑星ミラトの末裔たちよ、各地での準備を怠るな。そして再び集結せよ。戦いは我らの王ジムサの目覚めとともに開始する。ミラトを起こそう。アザー、お前はミラトの子孫なんだぞ。だって何が何だか初めてなのに。バカ者、もう後には引けるな。くそ、本邦を叩くな。都だけではない、コスモラリア帝国そのものが機械の手に落ちたようだ。おお、助かった。あれで帰れる。いる。どうしている。私はここで別れよう。どこへ行かれるのです。私にはまだしなくてはならぬ務めがある。持っておいき、きっと役に立つだろう。では。不思議な娘だ。務めと言いましたね。どういうことなのでしょう。もう一人の王子、無事に生きていてくれればよいが。ひどい霧だな。嫌な色、まるで血のよう。泣いているのか、リリア。だが王のことなら諦めろ。
あれは以前のイタカとは別人。母様、上。お。兄とウバオを失った母と子が当てどない逃亡を続ける頃、アランシャンの都は恐るべき変貌を遂げていた。それは全く異なる文明の姿であった。機械の触手はコスモラリア一国にとどまらなかった。アストリアス星全域にわたってリンゴが腐ってゆくように、徐々にだが確実に古い文明を蝕んでいった。言ったのは敵だけではない。王子ジムサも苦境に耐え、たくましく成長していった。上も乾きもない世界。ユートピアアランシャン、地上の楽園アランシャン、幸せにあふれる理想の国。アランシャンに誘われていく。逃げることに疲れ、自分から機械の仲間になりに行くのか。また会ったなジムサ。アランシャンに行けばどんな人にも幸せが与えられるという。お前はいかんのかジムさ。機械に幸せなどあるものか。どんなに苦しくても生きていることが幸せなんだ。いくらつきまとっても無駄だ。母の居所は絶対教えないからな。わしは待つぞジムさ、お前の目覚めを。誰がこんなことを。エンジンたちめ、ついにこの町まで。俺たちのために罪もない親子が何人も。おう坊や、一は50でどうで。チッ、機械の手先どもめ、どうしても俺と母さんを誘い出そうというのか。いっそのこと、いやできない。俺はともかく母さんまで。俺がいなければ誰が母さんを守る。誰だ、俺を見つめるのThank you.
あの男、同じ顔してる。母さん、ただいま。母さんの喜ぶもの。牙にかかるようなお方ではない。母さん、そこにいたのか。笑ってる。初めてだね、母さんの笑顔は。お目覚めですか、王子。自分で立っておられる。あのお怪我だったのに。気力なんだ。己の気力で傷を塞ごうとする。さすが我らの王。ここは地底の城、ミラトの血を引く我らの本拠。ミュラット、あの者たちは。あなたの進化ですよ、ジムサ王子。あなたこそ生まれるべくして生まれた王子。敵の支配を受け付けぬ強い血の持ち主、すなわち太陽王。ジムサ・アグリマ・ソルトレイデ。ジムサ・アグリマ・ソルトレイデ。ジムサ・アグリマ・ソルトレイデ。しっかり言え。我らの太陽王、ジムサ・アグリマ・ソルトレイデ。我らの太陽王、万歳。準備できております。よし、通信回路を開け。5番ポイントベータ、お近くにおります。よろしく。名称ポイント、ラムダ。親金ガンマ。ゴーリャンポイント、ガンランルート。アルゴンシグマ。ジムサ・アグリマ・ソルトレイデ。ジムサ・アグリマ・ソルトレイデ。ミラト人の基地は、ここをセンターとしてアストリアス全域に渡っているのです。今を去る150機の昔、私たちの母なる星は敵の手によって崩壊した。私たちミラト人の祖先は30機の間、暗黒の宇宙をさまよい、
ついに安らぎの星アストーリアスへ到達した。今も中天に輝く小惑星キシロコーパは当時の移民船の名残なのだ。当時惑星アストーリアスでは中央集権国家が誕生したばかりだった。ミラト人は密かにアヨドーヤに移り住んだ。ミラト人の医師マグドゥラヘル、移民後20期を経て医学でアヨドーヤに貢献した彼は王家の姫と結ばれた。ミラトの歴史はここからアヨドーヤ王家の歴史に溶け込んだ。ミラトの医術は、これは神秘か、それとも邪悪か。だいぶ学習も進まれましたかな。信じがたい歴史、そして医術。信じようが信じまいが、現に敵はこの星に現れた。そうだ、敵。皮肉なものだな。太陽王と言われようが、お前たちと俺を結ぶ絆はただ共通の敵を持つ、それだけだ。いや違う。ミラトの血は潜在しながら濃くなった。あなたはかつてのミラトの指導者以上の方だ。これからはますます敵の機械以上の能力に目覚められるはず。だからこそ太陽王。やめてくれ、そんな仰々しい呼び名は。あなたはそれにふさわしい王なのだ。王たることを自覚していただくため、今から主だった基地を訪ねていただく。俺が？さよう。母はどうなる？センターにおとどまりになる。ダメだ、母を一人にはできない。起きろ。ジムさん、あなたは生まれついての王子。人の上に立つ者はそれなりの覚悟が必要ですよ。王と呼びながらこの俺にさえ強い意志で迫ってくる。この男は一体。二人だけの道行きとは意外だったな。目立たぬことが肝要じゃ。どのような危険が待ち構えているかわからんてな。よかろう、旅はあんたに任せる。それにあんたは奴らの正体にひどく詳しいよ。どういう意味かな、ジムサオ。言葉通りさ。あんたはコスモラリアの国より長生きしているらしい。そんなあんたならこの世の中で知らぬことはあるまい。宇宙は広い。わしの知恵など塵のようなものだ。もう一息だ。あの山を越えると湖が見える。湖の底に一つ目の基地がある。湖などないぞ。ない、干上がっている。位置を悟られたのだ。長い年月隠し合わせた大事な基地、無念だ。いつまでそうしている。ここがやられたのなら次へ向かうまでだ。ジムさん、戦いを誓った者が弱音を吐くな。俺などは最初から母と二人きりだぞ。あれもお前の基地か。センターでの通信があだになったようだな。なんということだ、なんという。母さん。どちらへ。センターが危ない。母さん頼む、無事でいてくれ。機械どもにやられないでくれ。よりによってこんな時に。しまった、出力が落ちた。来い機械ども、俺は死なんぞ。母
さんを守るため、生きて生きて生き抜いてやる。注射した、傷治した、気分良いか。敵ではないのか。私の主人マスター、お前によく似ている、気分良いか。こいつどうかしてるな。主人というのはどこにいるんだ。友人ここにいる、主人ここにいない。我々1万年前にこの星へ来た。友人壊れた、お前なら治せる。わからん。どういうことだ、説明しろ。説明するよりお前の目で見てもらおう。うわっ、ここは何だ。俺を閉じ込めたつもりか、機械め。友人これだ、直してほしい。こいつも機械じゃないか。胸を開けて黄色と青の点結ぶだけ、渡し手がない。頼む、俺を返してくれ。さもないと母さんが危ないんだ。我々1万年待った、5分待ってほしい。いいだろう、5分だけだぞ。どうやら気がついたようだな。その機械どもは敵ではない、アークとベスだ。別の星から流れ着いて、たった今俺の部下になったばかりだ。機械は敵だ。機械は敵、どうしてそんなにこだわるんだ、老子。そういう王こそ、国も都も父親まで機械に乗っ取られながら憎くはないのか。憎い、だが憎んでみたところで何も始まらん。しかしあなたはたった二人で戦い続けてきた。憎いからではない、俺は母さんが好きだ、だから守る、それだけのことだ。おお、これはセンターの跡形もないぞ。ベス、早く下ろせ。了解。母さん、母さん、返事してくれ母さん。あ、危険だ、放射線が漏れているかもしれん。どいてろ。俺にとって母さんが全てなんだ。マスター、感情乱れてる。生体反応はないか。少し感じる、感じる、感じる。緊急用のシェルターだ。いるのか、そこにいるのか。母さん、ジムさん、とっさにリリア様を学習したとは手柄だったな、バルガ。こやつの美点は獣並みの勘を備えておるところです。俺が獣なら、俺を産んだあんたも獣だ。バルガ、俺はあまり人付き合いをしてこなかった。どう感謝していいかわからないが、ありがとう。ジムサオ、港も協議しましたが、
あの壊れた機械人形たちを新しいセンターへ連れて行くの。連れて行く。俺の部下だ。俺の役に立ってくれた。ならん。なりませんぞ。ロボットと一緒では他の者たちも承知はしません。機械は敵か。そのくせお前たちは結構機械を使っている。通信に武器に交通機関に。何やら自分勝手な理屈だな。お前が特別に機械を憎む理由は一体何だ。いや、そんなものはない。ロー・シックフよ、お前が隠している暗い秘密は一体何だ。俺はアークとベスほどにはお前を信頼することができない。二度と母を危険な目に遭わすことはできないのだ。老子もバルガの手柄をもってしても王子は心を開いてくださらなんだろうか。きついお方じゃ。今引き止めても心が離れるだけだ。まことの太陽王であろうかな。間違いない。ミラトの血筋に照らしてジムサこそ我らの王。本当の太陽王はもう一人の王子の方かもしれないな。何、誰が今何と言った。いや、あのリリア様は双子を産み落とされたのではないかと。容易ならぬ話だ。バルガ、詳しく話してもらおう。バルガは赤い砂嵐の日のことを語った。リリアの出産の日、ウバ・タラマから一人の赤子を預かったバルガは、その子を顔見知りの女に預けたのであった。迂闊だった。双子は不吉というコスモラリアの迷信のためにもう一人の王子が。リリアもジムサも知らぬ秘密がこんなところにあろうとは。バルガから赤子を預かった女も、やがて機械に追われる身となった。流浪の民に混じって親子は逃亡の旅を繰り返した。女は棟梁の妻となった。力だけが頼りの無知な荒くれ男である。それでも彼らは生きながらえた。棟梁の信頼する占い師が彼らを率いて機械どもの攻撃に先手を打ち続けたからだ。奴らだ。占い師の言った通りだ。奴らが来たぞ。次の地点まで一気に移動だ。抵抗は無用だ。逃げろ、ただ逃げろ。機械め、どこまで私たちを追えば気が済むんだろう。何をしている。早く逃げろ。ひっつくな。母さんは心配しているぞ。あんな男と一緒になった女なんて母さんのもんか。占い師、逃げろ。つべこべ言ってる間に体中大やけどだ。敵を取ってやる。やめろ、排除されてしまう。言わんことじゃない。しくしく、敵を倒したくば私がやろう。お前はロボット。ロボットではない。だが人間でもない。シールドを貼ったからもう安全だ。お前は一体何者なんだ。お前の保護者とでも言っておこうか。お前だけではない。お前とジムさん。ジムさん。これまでの調査分析の結果です。アランシャンを中心に機械化が進んでおり、現在生体反応なしの改造された区域は惑星アストーリアスの 70% に及びます。 70%。 リキチがやられました。キッソの通信不能。建設中の各キッソもコンタクト不能。アストーリアス中の生体反応が消えていきます。監視衛星だ。アランシャンのマザーマシンめ。その気になればこの砦なんぞすぐにも潰せるものを。最後までわしを殴るつもりか。
う一人の王子が見つからぬ以上、やはりジムサを頼む以外にないか。現在の攻撃は無差別かつ徹底的で、一切の生命を滅ぼし、この星全体を改造するまで停止の兆しはない。マスター、間もなくベスから立体映像を送ってくる。受信室へ。分かった。ベスは攻撃されないのかしら。その心配はない。なぜ。象の背にアリが一匹乗ったところで象は怒らない。それだけ奴らは桁違いということか。その通り。ベスやモーターカイトは機械です。敵に操られるようなことはないかしら。その心配はいらないよ。カイトは機械として単純すぎるし、ベスやアークは電子頭脳が一部故障したままだ。かえって支配されにくいと思う。マスター、ぼつぼつ映像が現れる。これはアランシャンです。なんだって。ではあれはアルタイル城。そんなひどい。まるで人間の匂いがない。どうやらベスは内部へ突入したようだ。ここは神殿だわ。何。ここはアルタイル城のアストラ神殿。ジムさん、お前の生まれたお城ですよ。アストラの神。神。これが。小さい頃見たことがある。だがこんな風だったろうか。半ば機械に埋もれたような。王妃リリアか。そこにいるの。神よ、我らはコスモラリアの王妃と王子です。母さん、罠だ。王にお会いしとうございます。私は長い間お前を探していた。お前さえその気になればいつでもここへ来られたのです。会うがいい。どこへ行っていたのだ。探し続けたよ、リリア。騙されてはいけない。こいつらは機械だ。機械が生んだ幻だ。ジムさん、我が子、幻と言ったな。では聞こう。やがて滅ぶ定めの人間とは、人の世とは、つまり幻と同じようなものではないのか。すれば、人が生ある限り求めるは愛、そして幸せもまた幻だが、今我々が味わっている幸せは不変のものだ。我らの神マザーマシンの愛は絶えることがない。我々は精神と肉体を分けて保管され、必要に応じて蘇ることができる。これこそ確かな幸せ。つまり人間は監視され、管理されているんだ。いや、ジムさ、神は我々の自由な心を見通して万事に采配を振るってくださる。母親が体内の子に反応するように。だから子供は甘えていればいいと。信じなさい、ジムさん。ここにいる限り我々は幸せだ。守られて安心していればいい。そんなことで生きてると言えるものか。我が子よ、やめろ。あんたたちはもう人間じゃない。そして俺はまだ人間なんだ。よして、ジムさん。です、帰ってこい。お兄様。
待っているよ、リリア。幸せか。俺には何が本当の幸せかわからん。だがこれだけは言える。俺は今まで母を守って生きてきた。それだけで満足だった。機械に与えられる幸せなんてごめんだ。アーク、お前にはあの神、マザーマシンの行為が理解できるか？さあ、機械は命令通り行動する。あの神とやらも誰かの命令で動いているに過ぎない。あれなりに人間を幸せにしようとして。バカな、誰があんな押し付け。アランシャンへ行くつもりか？待っているよ、私たちと一緒に幸せになろう。ジムさん、カイトを降りるんだ。母さん、俺を置いていかないでくれ。置き去りにするのではないわ。私はきっと戻ってきます、お前を城に迎えるために。アーク、オンだ。無理だ、マスター。ベスのカイトがなければ。母さん、そうじゃないんだ。母さんが戻ってくる時はもう母さんではなくなっている。何のために生きていけばいいんだ。この手で何をつかめばいいんだ。どうした、アフル？わからない、急に手が痛くなって悲しくなった。以前お前がジムサと出会った時と似ているな。彼が近くにいるのかもしれん。同じ王家の出だという兄弟の話かい？バカバカしい。どこへ行くんだ、イル！お前の片割れを探してくる。そこで待っていろ。みんな死んでしまった。一人ぼっち。アフル、アフル、アフル。何のことだ、マスター？俺にもわからん。ただ今ふっとその名が。危ない、カンブリ流だ。落ち着け、マスター。何が起きたのだ。マスター、命令を。戦え、アフル。そんな、無理だ、ジムさん。ジムさん、死んじゃいけないんだ。お前は俺に会うまで死ぬはずがない。カンムリ流が何だ、避け。俺が手伝ってやる。凄まじいオーラだ。あれはジムサに違いない。退くな。お前のサイコパワーのありったけをそいつにぶつけるんだ。サイコパワーだ。しかもジムサ以上の。私を覚えているか、ジムサ？覚えている。あなたは戦士いる。都から俺たち親子を救い出してくれた。驚いたな、この子があんなものすごい力を秘めていたとは。初めての経験で本人も驚きのあまり意識を失っている。わからん、なぜ見ず知らずのこの子を助けようとしたのか。俺に似ていると思うか、ジムさん。その子はあなたと双子の兄弟だ。何？これは
お前の母も知らぬこと。生まれたその日のうちに捨てられ、国外へ連れ出された。よせ、近寄るな。ジムさん、アフルは女だ。あなたが若い男だから警戒している。いた、ジムさん。そしてイルモ、機械までも一緒か。ではどうあっても我々とたもとを分かつとおっしゃるのだな、ジムさん。ああ、お前が隠している秘密を明かさぬ限り。秘密などない。わしらはこの星が滅亡へ追いやられるのを座して見ておれぬだけだ。それはわかる。だからこそお前が攻めるのを止めようとは思わぬ。ただこの手で母さんのいる都を破壊するようなことはできん。アフル、一緒に来ないか、俺と。何？どうして私が今日会ったばかりのあなたについていかなきゃならないの？私は機械と戦う。よくぞ申された。それでこそ真の太陽。冠竜を通し小山を立ち割った力をぜひお貸しいただきたい。異論はないな、イル。ない、アフルの意志だ。私も同行しよう。お別れだな。やむを得まい。改めてお引き合わせする。太陽王アフル・アグリマ・ソルトレイデ。太陽王アフル・アグリマ・ソルトレイデ。いざ王よ、人と機械をしのぐそのお力を示しなされ。あの山を消してみせてはいかが。避けろ避けろ。どうした。できない、できない。落ち着け。満身の力を込めて一気に避けろ。イタコミラコの民よ、太陽をいただく限り我らが勝利の日は近い。私を作ったのは他ならぬあなたが率いるミラトの文明。星から星へと移り住み、全ての人類を幸せにするための理想郷を建設せよと命令したのは他ならぬあなた。それが失敗だったのだ。全ての人間に同じ理想など当てはまるわけがない。いや、命令は完璧だ。私は星を改造し、人類の一人一人から心と体の病を取り除いた。私に収容された人々は何も考えず、働かなくても安心して暮らしている。わしはお前の魔性を見抜くことができなかった。私はユートピアに反対する者を抹殺せよと命じられた。今やこの星で生き残っている者はこの砦にいる一握りの反対者。それでもまだ抵抗します。遠吠えはよせ、ここに来てみよ。今度こそ貴様を叩き潰してやる。わかりました。あなたの命ずるまま理想郷建設に反対するあなたたちを抹殺します。老子、何事です。敵が来る、守りを固めろ。はっ、今の我らには他の星に移住する手立てもない。残された道は食うか食われるかだ。
対空ビーム砲発射。始まったようだマスター。ついに。ジムさん。母さん。立体映像だマスター。ジムさん、アラン社へいらっしゃい。ここは素晴らしいところ。母さんは幸せです。母さん、俺にとっての幸せは守るべき人がいるということなんだ。俺はアフルを。アフル。そうだ、アフルを守れるのは俺しかいない。聞いてくれ母さん。母さんは双子を産んだんだよ。男の俺とアフルという女の子。幸せです。私は今幸せ。アーク、ベス、アフルを助ける。カイトの用意を。あの戦いの中へ。そうだ。それなら母船で行こう。そんなものがどこにある。マスター、留守中アークがやった。修理終えた。これは。あんなものではないはずだ。アフローはどうしたんだ。これじゃ戦う前に全滅だ。どれ、撃て。機械人形どもめ。マスター、これ以上の接近は危険だ。やむを得ん。目立たないところに着地しろ。マスター、お前たちは船で待機していろ。なぜだ、あんなに強力だったサイコパワーが。あれはジムサが力を合わせてくれたから。何、一人の力ではどうしようもないのよ。そうだったのか。こうなった以上、最後の手を。アフル様なら西だ。イルが守ってるはずだ。バルガ。バルガ。すまん。うわあ。イル。あの、大丈夫だ。Thank you.
悪。マスター、無事か？ポイント L で待つ。了解。全滅か。どうだい？老師は最後の決心をなされた。騎士の工場をこの星へ衝突させる。ミュラトの植民船、あの小惑星を。ミュラト万歳。もはやこの星も終わりだ。行くがいい、ジムさん、アフル。お前たちで生存可能な星を探すのだ。いる。あなたも一緒に。いや、私は戦士いる。戦うことが私の使命だ。お前たちはたとえ一粒の命の種となっても、この宇宙のどこかで生き延びてくれ。命の種。正直言って私は疲れた。機械との果てしない戦い、この星での戦いを私の最後の務めとしたい。いる。マスター、小惑星はアランシャンを直撃する模様だ。アランシャンを？ジムさん。母さん。もう一人の私の子、アフル。あなたが私の。お聞きなさい、二人とも。私たちはこの星と共に滅びます。それでも私たちは何の恐れもなく幸せです。なぜなら神であるマザーマシンの絶対の愛に包まれているからです。その愛を拒んだお前たちは時には生きることの不安や恐れを感じることもあるでしょう。それでもお前たちなりに求める滅びることのない幸せがもしあるというのなら、お行き、この星を捨てて生き続けなさい。母さん。貴様らに支配は受けぬ。わしは人間だ。人間が機械に滅ぼされてなろうか。人間だ。人間は負けぬぞ。この星での私の使命は終わった。私は次の星を目指します。
ジムさん、あれからどのくらい経ったのかしら。長いようでもあり、ほんのひとときのような気もする。どうした？星だ、青い星だ。海があるのね、綺麗な星。だが若い星だ。草も木もまだ発生していないようだ。私たち、このままあの星に落ちて死ぬのかしら。そうかもしれない。でも不思議、何の不安もないわ。俺もだよ、アフル。イルが言っていた。命あるものの全ての始まりは一粒の種だったと。きっと俺たちはあの星で一粒の命の種に帰るんだ。幸せ。そうだよ、俺たちは今未来を信じることができる。未来を。私たちの命。